どうもケイチャンネルです。今日はですねペンタックスのですね一眼レフ体験会スペシャル in 札幌、それにかけてね、ちょっとレンズの使い方みたいな話をさせていただきたいと思います。一眼レフ体験会スペシャル in 札幌というのはね9月の10日と11日に行われます。もうこれねいろんなところでペンタックスさん行われているんですけど、今回はスペシャル、その風に、ね、なって2日間ねやられるみたいな。で9月の11日曜日の方はですね、なんと佐々木啓太北海道札幌にお邪魔してですねワークショップをやってしまおう、そんな風なね企画にもなっております。それだからその時にね使うレンズを今日紹介しようかなと思っております。で、ワークショップの時の貸し出し機材は SD マーク3と、HD のね2040リミテッドですね、2040リミテッド、あとは 70mm のリミテッド、これね有料のワークショップになりますね。有料のワークショップになります。でまあどなたでもご参加いただけますので、カメラ使って初めてね一眼レフ使ったことないわ、ミラーレスしか使ったことないわっていう方とかね、携帯しか使ったことないわっていう方でもぜひねご参加いただいて、そんなにこうガチンコでねやるわけじゃない、のんびり写真楽しみましょうみたいな感じで、最近私ワークショップやること多いので、そんなことをぜひねご参加いただければと思います。タイムテーブルはねこんな感じ、朝集合していただいてちょっと説明をして、札幌の街を歩いて、あと北海道大学の方とかね回ってみたり、せっかく北海道札幌ですから都心なんですけど、割合こう自然ね多いところだと思いますので、そんなところを狙っていけたらいいんじゃないのかなというふうに思ってます。と思って、最初に使ったのはこの 70mm という中望遠レンズですね。中望遠レンズ、35mm 換算で 108mm 相当になります。 108mm 相当になって、でこれは、DL リミテッドの中では一番大口径 F2.4 という開放絞りになりますから、今回は絞り開けてね使っていただくのがいいのかなっていうふうに思っています。であとはねデジタルフィルターハードモノトーンっていうのをねちょっと使って撮っていただけるといいかなと考えています。ちょっとカメラにねつけてみましょうか。やってます。コンパクトだけど大口径で非常に描写力はいいと。モノクロってやっぱりこう最初とっつきにくいですよね。それは僕たちがカラーでね風景見てるからだと思うんですけど、そんなところでこのコントラストのね強いハードモノトーンでしてあげると撮りやすいっていうのはあります。で、だからといってすごいものを狙うんじゃなくて、最初は気軽に始めていただければいいです。なんとなく撮ってみたっていう、なんとなく切り取ってみた、70ミリ中望遠ですから切り取るのが、ね、得意なレンズになりますから、なんとなく切り取ってみたっていう感じで気が楽に入っている。撮影の時は最初から今日の狙いは何ですか、これは乗ってきましょうっていう風に、確かに狙いを決めてレンズを決めたりねするんですけど、あまりそこばっかり考えすぎてしまうと視野も狭くなりますよね。周りの状況見れなくなってきますから、周りの状況を見てその日の気分とかねその日の状況に合ったものを撮っていくっていうのも一ついいんじゃないかなと私は思ってます。私は普段そういう風な撮影の、ね、スタイルをしています。で、こういうような感じで気楽に撮っていただく。気になるものをこう撮っていただくっていう感じですね。割合こうアップに最初ね、なると思うんで、ドキッとすると思うので、あまり近づきすぎない。被写体にね、近づきすぎないっていうのが、この 70mm 使って、自然を絡めて撮る場合のポイントかもしれないです。ただ、中望遠レンズなんでね、自分の狙ってるものだけを浮き上がらせる感じで、ポイントとして、ね、捉えやすい。で、絞りも開けてますんで、なおのことをポイントとしてはね、自分の狙っているものだけを目立たせるっていうのはやりやすいんじゃないかなというふうに思います。ちょっとね、ここまで来ると気楽すぎるっていうね、これがなんだっていうのもあるかもしれないんですけど、ちょっとこの日曇ってたっていうのもあるんですけど、天気っていうのはいろいろね、その時によって違いますから、やっぱり晴れてる方がモノクロって撮りやすいんですけど、この曇ってた時でも、スラーバックにしてあげるっていうのも、なかなかね、この木の形とか見せるのにはいいんじゃないかな。で少しずつこう狙いをね絞っていく、ちょっとずつこう取れてくるようになってね、被写体見えるようになってきたら少しずつね狙いを絞っていくっていうのがいいかなと思います。そうやってね少しずつ撮影のテンションを上げていく、そんなねスタイルも試していただけるといいかなと私は思っています。でこの日の狙いはね実は密度っていうのがあったんですね。でだから 70mm を選んでいたっていうのは実は回り回って本当はあるんですけど、のものを狙ってしまうとさっきみたいにね背景ボケたりとかっていろいろそういうとこ出てきますから、ちょっと離れたものをねこうやって狙ってあげる。でこれもちょっと離れたところを狙ってあげて、逆にこの暗い部分をね半分ぐらい暗い部分入ってますよね、入れることによってそこがまた密度になってくる、ね、そんなようなバランスっていうのもねちょっと考えていた、ちょっと試してみるっていう、考えるっていうとちょっと
ね、急になんか難しく聞こえますよね。難しく聞こえるので、ちょっと試してみる、そういう狙い方もね、試してみるっていうのをやっていただけると良いかなと思います。これはね、ちょっと上を見上げた感じなんで、ハードモノトーンっていうのを使ってますから、もうだから、白と黒パキパキっとしちゃって、中間がなくなってしまうんですよ。中間がなくなってしまう。まあこれ、一つね、モノクロっていうのは、黒と白のトーンで見せる、シンプルに見せるっていうのがあります。シンプルにね、した方が分かりやすいっていうのがありますから、まあこのあたりもあんまり気にせずにね、いや、潰れちゃってどうしようっていうんじゃなくて、そのもちょもちょっていう形がね、集まってるっていうような感じのイメージ持っていただけると良いかなと思います。はい。で、まあこういう感じですね。で、こういう場合も、実はちょっとこれアングル下げてるんですよね。アングル下げてね、どうなってるかって、そうすると手前にちょっとね、ボケた草が入ったりとかしますよね。そうすることによって、またこの密度っていうのが出てくる。やっぱりそのテーマを決めてあげると、そのテーマに合わせたアングルですよね。アングル、どういうアングルがいいかなって、そういうところもね、決まってくるんじゃないかなと思います。でね、こういうふうにバランスをちょっと崩してみる。バランスをね、変えてみる。真正面から撮って、まあ、いわゆる日の丸構図的なね、まとめ方っていうのは、非常に自分の狙ったものを目立たせやすいんですけど、あえてそこにね、ちょっとずらしてあげる、崩してあげるっていうようなことをしていただけると、そこにまた自分らしさみたいなのがね、出てくるんじゃないですか。で、この崩し方っていうのも、いろいろ構図の説明でね、こうやったらこうですっていうのはあるんですけど、またやっぱりシーンによって違いますから、ここもやっぱり試してみるっていう、まず試して、デジタルのいいところは、そうやっていろいろ試してあげることがね、できて、それをその場ですぐ確認できることだと思うんですよ。で、一眼レフっていう、じゃあ、本来はね、ミラーレスの方がいいんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、ミラーレスっていうのは答え合わせをしながら撮ってるような感じなの。一眼レフっていうのは自分で想像力を使いながら、こうなるかもしれない。で、確認したとき、あ、こうなった、やっぱりこうだった、これでよかったんだって言って、どんどん自分の経験もね、その、やっぱり考えてやった経験っていうのは後に残りやすいですよね。まあ、そんなことが言えるんじゃないでしょうか。で、まあ、こういうふうな感じで、バランスもだんだんやってくるうちに、自分の狙いとかっていうのは、こう、少しずつテンション上がってくるうちに、こういうバランスの捉え方っていうのもね、できるようになる。こういうのに気づくようになる。逆に言うと気づくようになるって言った方がいいかもしれないですね。こういうふうなのに気づくようになるんじゃない。で、こんな感じでね、意識としてはちょっとかっこよく撮ろうかな、かっこよく撮ろうかなっていう感じで、かっこよくね、こう映り込んでるね、水のところに映り込んでるのは半分半分。でも、手前の水の部分をちょっと多くして、黒っていうのをね、黒っていうのを強くした。手前の部分を黒くしてあげると、モノクロで引き締まりった感じで、格好良さっていうのがかなり上がりますか。上がりますか。はい。で、あんまりそういう風にやりすぎて、テンション上がりすぎたら、今度はちょっと冷却してあげる。ちょっと冷却。まあ、中望遠らしく、ちょっと近いものね、近いものを取ったりして、ちょっと冷却を、頭の中をリフレッシュして冷却してあげるっていうのもいいんじゃないでしょうかね。で、こういう細かいものになるとね、なかなかね、ピントね、合わせづらい時もあるんですよね。合わせづらいところもあるんです、時があるんですけど、まあ、それはね、中望遠なので、やっぱり、中望遠ってやっぱり、遠くのもの大きく見えますよね。大きく見えるので、まあ、こういうふうにアップに寄ってる時なんかは、多少ちょっと半押しシャッター半押しして、オートフォーカス固定して、ピントをね、合わせた後に、マニュアル、クイックフォーカスシステムっていうのがありますから、ちょっとこうね、微調整なんかできますから、まあ、こういう近接の場合ね、そんなこともね、使っていただけるといいんじゃないかなと思います。特にこういうふうにね、真ん中じゃないね、即拠点から外れたようなところにね、ピント合わせておくような場合なんかは、まず真ん中で合わせて、まあ、半押しした状態で構図を変えて、で、最後ピントを追い込んでみる。そんなこともね、ちょっとたまにやっていただけるといいかなと思います。で、ピントの合わせ方もね、結構、フォーカシングスクリーンが、ペンタックス非常にね、ピント合わせやすいんですけど、まあ、その辺合ってる合ってないっていうのも、まあ、見ていく中で慣れてくるね、こともね、ありますので、使っていただけるとよりね、分かりやすくなるんじゃないかなと思います。休憩しながらもね、まあまあその近いものばっかりじゃなくて、ちょっと離れたものも狙って、また最初に決めたその密度っていうのにね、ちょっと戻っていくっていうのはこんな感じですね。こんな感じでこう重なりですよね。木の重なりをうまくね、こう狙っていただく、そういうアングルをまず探していただくというのがいいんじゃないかなと思います。で、まあこういう風なね、こうなんでしょうね、これ木からこう垂れてるね、枝ではないんですけど、こうなんかつるみたいなのが垂れていたんですよね。で、これやっぱり後ろはちょっと明るくなっている方が、このつるの細いところ綺麗に見えるじゃないですか。で、こういうところってやっぱり、まあカメラね、構えてから探したくなるんですけど、まずは自分の目でね、アングル探してあげて、撮ってあげる。で、最後はちょっと微調整する。今回は三脚、僕基本的にあんまり三脚使わないので、今回のワークショップも三脚使わないので、三脚使わないとやっぱり微妙なね、高さの調整であったり、左右のね、ちょっとした動きっていうのできますよね。で、そのちょっとした動きで最後、この背景の明るいところを持ってきてあげる。目立たせるようにね、自分の狙いに目立たせるように持ってきてあげるっていうのをしていただける。そういうことがね、まあ手持ちだと
しやすいかなと思います。で手持ちとかで、まあ今デジタルで手ブレ補正も入ってるんでブレないんですけど、撮った後ねシャッターボタン押した後すぐ動かないよ。シャッターボタンすぐ押した後動くとやっぱちょっと微妙にブレたりすること多くなりますから、多くなります。どんなに手ブレ補正優秀でもね、やっぱり撮る姿勢っていうのもやっぱり大事になってきます。はい、でまあこういう感じ、こういう感じで、これはね映り込みの感じなんでね、映り込みの感じなんだけど、まあしっとりしながら映り込みってやっぱり2つのものがね入ってくるから当然密度につながってきますよね。違うところでこの映り込みを撮って、いろんなパターンを撮ってって歩いていると、まあ最後こういう風なシーンにできる、とても印象的だと思うんですね。僕も最後まあこれ見た時にわあいいなっていう風に思って、撮った1枚なんですけど、まあ佐々木啓太にしては珍しくこう1枚でねいい感じに撮れたかなっていう風に思ってる1枚になるんですけど、皆さんやっぱり最初にこれを撮りたいと思うんですよね。これを撮りたい、これを探しちゃうんですよ。でそれは正しい、一つ正しいと思うんですけど、そこにたどり着くまでにいろんなものがこう自分の中を通ってってるわけです。自分の周りにいろんなものがあるわけ。それも一生懸命感じて、それも一生懸命残してみましょう。残してみることによって、こういう風景を自分のところに引きつける。で、自分が気づくように、自分のテンションも上がっていく。というのが、まあ最初にも言ったように、初めから決めすぎないでね、決めすぎないで、気合を入れすぎないでやりましょうっていうような、まあ撮影の流れになっています。はい。やっぱりね、まあ、いい写真撮りたいでしょ。